このような、高さ1、2、3、4マスのところから落ちて死ぬと、落下ダメージを受けるのは4マスからだったな。地面に強く激突した、というログになります。ほうほう。高さ5マスのところだと、これも地面に強く激突した、ってログになったな。では高さ6マス以上のところだと、え、なんか変わるのか？高いところから落ちた、というログに変わるんです。おお、ほんとだ、ランダムだと思ってたんだぜ。皆さんも、いろんな種類の死亡ログを出そうとしていたら、ぜひやってみてね。いや、助かる。なんて人いるのか？え？いるんじゃない？ちょっと自信なくすな。5本。まだ疑ってる人も、ぜひ自分でやってみてね。ご視聴ありがとうございました。